はい、こんにちは、スワクタカと申します。今回はですね、ファントムレイジによって本格的にカテゴリー化しました電脳界のデッキ紹介動画となります。電脳界のね、一番、自分が気に入っているところと、そして、特筆すべき点はですね、リンクモンスターに頼らないと。まあもちろん入れてもいいんですけれども、電脳界というカードはですね、基本的に、まあモンスターにって制約がありまして、効果を使ったターン、この効果を使った後は、レベルが3、またはランクが3以上のモンスターしか特殊召喚できないという効果を持ってるんですね。ですので、リンクモンスターを出すことができないどころか、レベル1や2のモンスターを特殊召喚もできないので、こう、小さい攻撃力、要するに小さいレベルのモンスターを複数並べてリンクモンスターに繋げるなんてことができません。まあ大体の場合ね、リンクモンスターの場合、レベル1チューナーとか使って、ハリファイバーとかですね、ジェットシンクロンとかオライオンとか使ったりするので、そのギミックを入れることができない。ですので必然的にシンクロモンスターとかエクシーズモンスター高レベルのねシンクロモンスターエクシーズモンスター特にレベル6以上のねランク6以上そういったカードを使うことが主になっています。そこが自分にとってとてもいいなと思う。いいよね、やっぱし僕はこういう高ランクとかを出してね、もうなんか低レベルのモンスターを出しつつもう最終的に盤面をっていうのはねもう飽きたんですよ。もう高レベルバーンって出してもう行こうっていう、そんなんでいいんだよ。はい、それじゃあ早速なんですけれども、電脳の、ごめんなさいね、効果は分かってるんですけどね、名前をね、いまいち覚えてないところがあるんで、ウィキを見ながらやっていきたいと思います。はい、まずはこちら、電脳回帰、ルールが3枚、電脳回、ラオラオか、どっちや、ちょっと待ってくださいね。ラオラオが3枚、サイサイが3枚、リーリーが3枚、そしてメイメイかな、娘。ここ、ほんまごめんなさい。ああ、ちょっと待って。にゃんにゃんか。わかりにくいよ。にゃんにゃんが3枚。そしてサイコビールダーが3枚、マックステレポーターが3枚、雪うさぎが3枚。モンスター以上ですね。次に魔法カード。クーロン。電脳回復。クーロンが3枚。そして、青龍が3枚。チンロンかな ?3 枚。で、愚かな服装が3枚。愚かな枚数1枚。緊急テレポート2枚。ハーピーの羽根棒1枚。シア蘇生1枚。魔法カードは以上で、次に、トラップカード。電脳回復のスザクが2枚。エクストラ以上かな ?4 で。そしたら、シンクロモンスター及びエクシーズモンスターに行きましょう。電脳シェンシェンが2枚。電脳ダオ、ジュジュが1枚。で、コーラルドラゴン1枚、スターダスト、シャージオリは1枚、アーケティス、キガリアーケティス1枚、フヤジョ1枚、クリスタルウィンドシンクロドラゴン1枚、アルティメアラツヨルク1枚、そしてファイナルシグマ1枚。シンクロモンスターが以上です。次に、エクシーズモンスター。リュウ、ロンロン、リュウリュウ、どっち?ロンロンね、ロンロンが1枚、シャシャが1枚、ファンファンが1枚、ビヨンドザンとしてナンバーズ、なぜか希望をビヨンドザフォート1枚、新竜王 VFD が1枚。はい、言いにくくてすいません。はい。それではやっていきましょう。まずはこちら、ルール。フィールド上にね、電脳はですね、自分フィールド上の電脳カード1枚を対象に取って発動して、そのモンスターと種類が異なる。例えばモンスターを対象に取ったら、デッキから魔法トラップカードを墓地に送る。トラップカードを、対象に取った場合、モンスター魔法を墓地に送る。魔法カードを対象に取った場合、トラップモンスターを墓地に送る。ということで、手札から特殊召喚するという効果を持っています。それらが基本的な共通効果です。基本的にはね、もちろんこの、ニャンニャンだけは違います。それ以外は、そういった共通効果をつけています。そして、その後に付随する効果。このカードは共通効果に加えて、送ったモンスター及び対象に持っとったカード。送ったカード、または対象に取ったカードとは異なる種類の電脳カードを手札に加える。だから先ほど言ったように、まあ、例えばトラップカードね、永続トラップカードを対象に取った場合は、モンスターか魔法カードを手札に加える。または、魔法、ちゃう、ごめんなさいね。トラップカードを取って、対象に取ってモンスターを送った場合は魔法カードを送る。魔法カード墓地に送ったら魔法カード墓地。モンスターカードを対象に取った場合、対象に取って、デッキからトラップカードを墓地に送った場合は魔法カードを対象に、手札に加える。モンスターカード対象に取って魔法カードを墓地に送った場合は、トラップカード対象に送るといった感じです。基本的に展開の視点となるカードなので、魔法、トラップカードを対象に取って、
デッキからね、どっちかを置く。もう、魔法カードと一緒に取って、トラップカードで、もう、で、モンスターをサーチするのが基本的な流れになります。もちろん、魔法カードを持ってくるのもいいかもしれないです。特に、電脳怪盗クーロンとかの場合、ハンドにね、他の、電脳モンスターがいた場合は、このカードの効果を使って、デッキからトラップカードをフィールド上に表側を表示で発動して、サーチするといった形もできるので、まあ、ぶっちゃけた話、一番重要な電脳のうちの一つと思います。さらにチューナーモンスターなので、サイキック族チューナーモンスターなので、緊急テレポートで特殊召喚する単純なチューナーモンスターとして扱ってもいいでしょう。で、ラオラオ、先ほど言った共通交換に加えて特殊召喚し、墓地の送ったカードとはカード名が異なる電脳モンスターを蘇生する効果で釣り上げですね。で、さらに、電脳の中でも、レベル6のチューナーという非常に大きい攻撃力、大きいレベルを持つチューナーなので、まあ、レベル3のモンスターと合わせて、レベル9のシンクロを待つと、プラス、こちら、アルティマやツオルキンを出すことに結構重要だったりするんですね。レベル6のチューナーとレベル6のモンスターをね、合わせれば即座に出したりするし、まあ、当然、例えばね、スターダストチャージオリアーとかをシンクロ召喚した後にですね、このカードを出せば即座にアルティマやツールキンを出すことができる。もちろん魔法トラップがある状態でですけどね。他にもまあ、マックステレポーターなんかとも相性がいいですね。で、こちらがサイサイ。まあ、共通効果に加えて、エンドフェーズにサーチという効果を持ってるんですが、まあ、そんなにほど使いません。そこまで言うほどはね、エンドフェーズが遅いので。なんじゃ今。ごめんなさいね。なんか、ラインが来た。はい、でね、まあ、でも重要なのは、レベル3というところです。これが重要。レベル3の非チューナーで、まあ別にチューナー化しないというところがあるんで、まあ SS できる電脳なので、可能な限りついてていいでしょうということですね。で、こちら、電脳士、リーリーね。はい。リーリー。共通効果に加えて、さらにもう1枚カードを送ることができます。共通効果でカードを送った後、さらにその種類とは違う種類のカードを墓地に送ることができる。います。まあ、ですので、まあ、使わなくてもいいので、単純にレベル6の特殊召喚できるモンスターとして使ってもいいですし、まあ、例えばトラップカードをね、対象に取った後に、魔法カードを送ってね、線路を送って、サーチにつなげる。プラス、まあ、例えば、ラウラでね、蘇生するカード用で、例えばこういったニャンニャンとか他のカードを墓地に送るといったカード。いいでしょう。で、こちら、ニャンニャン。これが唯一ですね、共通効果を持っていないカードでして、まあもちろん共通効果というか、縛りはありますけど、縛り、レベル3以上、ランク3以上のモンスター特殊、ランク3以外のモンスターを特殊召喚できないという縛りはあるんですけれども、このカードが墓地にあるときに、レベル3モンスターを召喚、特殊召喚したときに、このカードを蘇生して、チューナー扱いとして蘇生することができるという点。で、ゲームから除外されたときに、自分のね、ゲームから除外されている電脳カードをですね、できる戻すことができるという効果を持っています。で、この効果、地震の効果で特殊召喚した場合は除外されるという効果です。ゾンビキャリアみたいなものですね。まあ、そういう幻影騎士団みたいな感じで使ってでいいと思います。まあ、だから最高ウィルドは通常召喚して墓地のモンスター蘇生っていうのもいいですし、ただ、注意すべきはチューナーとして扱うので、最高ウィルドの場合はエクシーズにしか使えないよっていう。電脳、カイモン、青龍で持ってくるのに一番簡単ですね。青龍の効果で、ニャンニャンをデッキから持ってきて、そのままニャンニャン捨てるという効果が結構使うというより、一番ベターなやり方だと思います。で、サイコイルダ、レベル3のモンスターがいるときに特殊召喚できるチューナーモンスターなんですが、これはね、まあ、どうなんでしょうね。どっちか、サイコトラッカーとウィルダー、どっちかやるかは好みだと思う。まあ、チューナーが多すぎるなと思ったらトラッカーでいいと思いますし、両方はね、あまり僕はやりたくない。ちょっと、あまりにも圧迫しすぎなので。事故かなぁ。事故では怖いなっていう人は入れてもいいかもしれないですけど、それ以外だと、まあ、トラッカーかウィルダー、どちらか一方を、この構築ならね、この構築ならどちらか一方を3枚構築するという形の方がいいのと思ってます。で、次、マックステレポーダー。このカード特殊召喚できず、2000ライフポイントを払うことで、デッキからレベル3のサイキック族モンスター2体を特殊召喚できるっていう効果です。この効果は、このカードがフィールド上に存在するから1枚しか発動できない。レベル6モンスターで通常も、特殊召喚できないってね、使いにくいなーっていう感じだったんですけども、このデッキあまり通常召喚することがないんですよ。まんまし。緊急テレポートとかあったり、あるいはここらのね、電脳外門とかある。ここで、もう永続魔法。永続魔法、永続トラップを設置できるのがもう9枚、8枚あるわけですよ。じゃあ6枚あるわけですよ。1、2、3、4、5、6で。さらに緊急テレポートでもいいですっていうのがあって、通常召喚権が余りがちなので、
ですので、アドバンス召喚して効果発動してデッキから持ってきて、さらにレベル6なので、モンスターをね、レベル9のモンスターにやってもいいですし、さっき言ったようにね、電脳がラウラウがいればですね、ここからね、合わせてアルティメア強力にもすることができる。まあ、邪魔になったらね、チンロンでデッキからね、電脳界をね、サーチしてきたので、1枚捨てるときにマックステレポーター捨ててしまえばいいんです。邪魔だったらね。で、雪うさぎが3枚。緊急テレポートから持ってくるのと、サイキック族で、まあ、一応ハンド誘発ということでね。最近まあ、雪うさぎが流行ってきてる感があるので。はい、で、魔法カード、クーロン。フィールド上にね、デッキから、電脳界カードをね、即座に発動することができる。表側を表示で置くことができるというか。一応ね、追加効果あるんですけれども、できれば3体4体以上使いたいんですが、まあ、そこまでないです。まだその、カードを使うような、カードプールがないので、心配しなくても、スゼエリュースザクできるから、次、白子と、玄武出ると思うんですよ。で、永続魔法、永続トラップで。そこまで待った方がいいと思います。3、4はあまり、考えずに、もうデッキから単純に、スザクを持ってくる、または整理を持ってくる、永続魔法を置けるという効果として、考えた方がいいと思います。それ以外は、おまけと、使えればおまけ程度。で、電脳界モンス、チンロン。チンロン、もう整理って言うよ、整理。自分の墓地から電脳界カードを除外してフィールドの表示を効果を無効化するという効果と、墓地のこのカードを除外してデッキから電脳界モンスター一定というような役割で1枚カードを捨てるという効果です。1個目の効果は先行だとあんまし使うことがないので、まあ、先行で もっぱら使うのは墓地さ、墓地からね、除外してサーチの方です。で、1番7先でニャンニャンを持ってきてニャンニャンをそのまま捨てたりとか、展開の起点となる、メイメイだっけ、ルールか、ルールをサーチするだとか、愚かな服装、まあ先、こっちに行きますけど、愚かな服装で一番落とすのはこれだと思います。で、愚かな埋葬。愚かな埋葬は、まあ、ここもやりすぎかなと思うんですけど、落とすのこれぐらいしかないんでね。あとはまあ、ラウラウで蘇生するカード。で、緊急テレポート。もうこれ必須ですね。これ確実に必須。間違いなく必須。2枚確実にいきましょう。で、ハーピーの早く死者蘇生。で、電脳界もスザーク。ゲームから除外されているカード、電脳界カードを2枚デッキに戻して、フィールドカードを1枚を破壊するという永続トラップ。で、このカードが墓地に存在するときに、自分のヒール上の電脳界モンスターのレベルを3下げるか、ランクを3下げる。またはレベルを3上げる、ランクを3上げるって言っています。ランクを3上げるはともかくとして、レベルを3上げるっていうのは、結構使う。レンを3下げるのね。不夜城に、まあ、例えば、モンスター3体並んでて、墓地にね、どうでしょう、モンスター3体並んでて、363のときですよ。まあ、とりあえず、レベル9のね、セアンシアンを出しといて、レベル9と3になるじゃないですか、チューナー合わせたら。で、この効果を使って、シェンシェン のレベルを3つ下げて、フヤ城につなげて、フヤ城の効果でシェンシェンを蘇生して、で、レベル92体並んで VFD みたいな。もちろん、レベルを上げる効果も使うときはありと思います。レベル9を出すときとか。はい、そんなもんかな。じゃあ、エクストラなんですけど、そこまで言うかな。なしなし、マクロコスモス効果、限定的なね、フィールドのマクロコスモス効果を持っています。これだけ出されるだけでも結構辛い部分がある。で、自己蘇生効果も持ってるんですけども。まあ、マクロコスモス効果が一番重要ですね。フィールド上に。めっちゃうざいと思います。いるだけですごくうざい。で、こちらが除去効果かな。ジュジュ。ね。まあ、これは、ま、しつかないんですけど、まあ、優先したいのはこっちなのでね。でもまあ、返しのターンで使うときが多いです。で、コーラルドロン、スターダスト、チャージオーリーは、まあ、強力につながること、またはシェンシェンにつながる、中継地点として使います。どっちもワンドローにつなげることができるので。まあ、コーラルドラゴンの場合はですね、1枚を捨てて、破壊ということもできるので、どっちかといえばこっちの方がいいですけど、チューナーの方が使いづらいときあると思ったりする。下手したらね。ですので、チャージオリアと使い分けましょう。で、アーケティス。手札を2枚まで捨てることによって、相手フィールドのカード1枚を破壊するという効果を持っています。まあ、電脳の場合、ハンドが爆発的に増えるということではないので、これはちょっとやりすぎかなと思う時もあるかもしれませんが、まあ、除去カードとしてね、この意外とね、除去ないんですよ、このデッキ。意外と除去がない。スザクぐらいなんで。で、フヤージュを先ほど言った流れで蘇生させますね。シェンシェンとかを。で、クリスタルウィング、シンクロドラゴン、アルティメア、ツヨルキン。ツヨルキンから、まあ、クリスタルウィングを出すんですけども、ここを、もし無限包容とか怖いなと思うんだったら、まあ、レッドデーモンズドラゴンとか、ね、そのあたり。ああ、違う、怖いんだったら、それ以外のカード。
を出してもいいかもしれません。まあ制圧できる系のね。で、ファイナルシグマ12、3級で出すことができます。レベル3と9でね。どうしても相手モンスター、例えばまあ相手にこうあのレベ攻撃力の低いモンスターがいたとしたら、これでワンキルしに行くこともねできるじゃん。で、エクシーズはロンロン5個ここなんですけれども、これらはまあ、これらも返しですね、ほとんどの場合。うん、で、ビヨンドザホーブ、これも返しです。レベル6なんで、相手の攻撃力0にして、やりつつ、先ほど言ったように、ファイナルシグマとも相性が かなり。で、VFD の流れ。じゃあまあ、VFD を出す流れだけ紹介して終わりにしましょうか。ね。はい。はい、それではやっていきたいと思います。2枚スタートになるんですけど、別にこの2枚でなくても全然いけるので、 VFD とねプラス須田くんのねコンボはですので、特にこれだというものはありません。出すことができれば余裕で出る。じゃあやっていきますと思います。まずクーロン発動デッキからトラップカードセハード発置します。はい、発置しました。で、効果このカード墓地めくり、デッキからね青龍ちゃんを奥で埋めます。青龍ちゃんがやっぱし一番強いんだよね。で、クッキーからサーチしますね。で、ラオラオちゃん。で、青龍ちゃんの効果、まあ、先ほどというよりも、あの、デッキでね、デッキ紹介の時にやったね、ニャニャちゃんやって、そのまま捨てます。はい、で、効果。デッキから置いて、まあ、このカード対象に送り、デッキから墓地に送ります。トラップカードね。スザクを墓地に送ります。で、対象に取ったカードとは別にカードかカード名が違うので、こちらのニャンニャちゃんを特殊召喚。で、2体で、チューナーとチューナーだから、ここか、こうだな。はい。で、シンクロ召喚、シェンシェン。シェンシェン。で、墓地のね、電話会社の効果でレベルを3つ下げます。3つ下げる。ここでレベル6になりました。で、こことここで、シンクロ召喚。不夜城で、不夜城の効果で墓地のねシェンシェンちゃんを特殊召喚。もうここでも十分強いんですよね正直これだけでも全然強いんですけどね。で、まあ相手出すんだったらここでね上振りで、これによってですね、相手団中にねこれを効果発動って言って、はい無効って言いつつ朱雀効果、じゃあ墓地に戻してねフィージョンカードしまう、破壊言えるわけですよこれ。で、こっちの効果ね、このカード以外の属性以外、種族、元々の種族、属性が、異なるモンスターを選ぶっていうことなんで、まあ、墓地にね、モンスターが落ちていれば、墓地モンスターが落ちていれば、まあ、見事にさ、不夜城とかも風だから、なかなか落ちないとは思うんですけども、墓地にいれば蘇生できますよっていう紹介するわね。こういうことができますよっていうことです。まあ、これは結構有名なコンボですね。僕もこれ、友人に教えてもらったやつなんで、VFD を出すならばって。で、全然これでも強いですからね。余裕でこれでも強いですから、ね。はい、それじゃあ電脳界の歴史紹介動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。